よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。はい。ご挨拶をお願いいたします。はい。皆、えー、さんこんにちは宮瀬隆美です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早々とご登度くださいましたね。ななもう一回お願いします。もう一回。早々とご登場くださいましとああはい。はい。といかねず。よくご登場くださいましてありがとうございます。ありがとうございます。ます <laughs> 言われたことないありがとういはい。<laughs> 素敵でした。予想よも。 とてもかっこいいんですけれども、はい、宮瀬さん、この渋谷桜ステージはお越しになったことはなくて初めて来たんですよ。なんか工事しているときになんか工事と工事の間を通路が出ててそこは通ったことはあるんですけど、あのー、まさかこんな大きいなんか、ね、施設になっているとは思ってなくてびっくりしましまたできたばかりの出来、はい、たてほやほやの場所でのイベントということで。はい、本当ですね 楽しんでいただきたいと思います。はい、楽しみます。にゃせさんは運転免許を取りたいと思っていらっしゃると伺ったんですけれども。そうですはい、今後免許を取得されまして。どんなふうに日常で n ヌボックス上位を楽しみたいか。理想の楽しみ方も今回考えてきていただいておりますので。はい。こちらもフリップで発表をお願いいたします。はい。いきます。はい、じゃじゃん。パルとディオとの楽園基地ですね。 これ、あの、説明つけたしい,いですかか、なんかパルが僕、犬を飼っていて犬でディオが猫なんですよ、はい。で、やっぱり、ペットも連れていろんなところに行きたいなと思うのでやっぱこの広さだと絶対、メインクーンって結構猫の中でもでかいはい、種類であの、なかなかね、家にから出すっていうのが難しいんですけど。なんか、 この車だったら実現できそうだなと思ったのでこれにしましまたもう楽園基地なんです、ね、そうですすねそう楽園基地っていうな,なんで楽園基地なんだろうって今考えてますちょっと待ってくださいね <laughs> で楽園と基地を合わせたくてやっぱ秘密基地とかってなんか僕ちっちゃい頃からやっぱそういうのに憧れてて自分だけの空間なんかもう やっぱいもち,っ,ちゃい頃って何もできないじゃないですか自分で秘密基地家借りてとかもできないし、はい、だったんで僕はなんか傘を差してこうしゃがむと傘がこう覆うじゃないですか、はいはい、自分で秘密基地こうやって作ってたんですよ。はちょっと狭かったです、ね、狭かったんですけど、まあ、今なら <laughs> この車で秘密基地を作れるということでなんなら、ね、今飼っているペットと一緒に。 秘密基地を作れるっていうので楽園だなと思うので、なるほど。楽園基地にしました。はい。パルくんですかね。パルくんと,とディオくんです。パルくんとディオくんもすれば喜びますね。はい。ぜひ素敵な楽園基地で仲良くお過ごしいただきたいと思います、はい。ありがとうございます。そうですね。やっぱ疲れたりとかするとやっぱ人間なんでどうしてもちょっとこうテンションが落ちがちなんですけど。 僕はなんか本当にそれこそ自分の機嫌は自分で取るようにしててなんかこうちょっとしたことでもなんか自分にとって嬉しいことってなんか自分で作れるなと思っててなんか今日のご飯じゃあ自分の好きなものにしてみようとか,なんかじゃあ次の休みの日があったらなんかこれ買いに行こうとか,なんかそういうちっちゃなことでいいから一瞬でその自分のモチベーションも上がるのでそうやって自分の機嫌を取ってます。はい 機嫌をつどつど変えていくっていう感じなんですかね、はい、そうですね、なんか落ち込んじゃったりとかしても、なんだろうな、家とかだったら、なんか結構、まあ、ペットとかもいるんで、あんま落ちちゃうことはないんですけど、やっぱどうしてもお仕事のところ時とかは、なんだろう、自分じゃないですか、落ち込んじゃうのって、でそれって周りの方、関係ないなと思うので、ちゃんと大人として、自分の機嫌は自分の中でばっと取っていますね。 はい、素敵です。ありがとうございます。